昔の時代の人、僕の年代で昔の人が見てくれるレスラーさんが多いんですけど、千堂明穂はある人間の三代目のもう完璧な女でした。そうですね、完璧の女でいました。その情報も僕は全部貼りました。で、ケユースクク、女の子も、これの、あ、いや、韓国人か。わかんないけど、もうそれも、女として、いました。ある、有名な会長さんの。これはもう間違いない僕の情報です。